続いては日本海洋アカデミーについてお届けします。日本海洋アカデミーは海の環境保全やマリンスポーツの普及を目的に、海のない地域の小学校や児童施設を招待し、海洋プログラムを実施している団体です。2012年から延べ6000人の青少年を迎えています。また青少年を教えるための大人のための指導者育成をしています。その様子を VTR にまとめておりますので、ぜひご覧ください。こんにちは、座間明乃です。これからヨットと SDGs のことについて話そうと思います。私自身ヨットは究極の SDGs のことと考えています。なぜなら潮や波、風などを読みながら自然の中で進んでいく乗り物だからです。これはまさに究極のエコです。 SDGs のターゲットに挙げられる陸や海の豊かさを守るや気候変動について考える、これらもヨットは実践できる、守ってられるんだと思いました。と、海外では日本より SDGs の文化が根付いているので、私は将来海外に行きたいと考えています。今回ヨット作りをしている時の先生方が2人とも海外の方、プラスガイドラインも英語で全て書いてあったので、3年生の選択授業で翻訳を取れたので、ガイドラインを英語に翻訳したりできるようになれたらなとも思っております。今回ヨットを作ったことで改めてチームワークの大切さに気がつくことができました。 SDGs17 のターゲット、パートナーシップで目標を達成しようとあるように、みんなでヨットの完成や公開を目標にチームで一丸となってやることが大切だと思いました。ここシーボニアにいると自然の中で SDGs 体験がたくさんできるので、私自身とても感謝しています。これで終わります。ありがとうございました。